こんにちは。はい、えー、ではスタートしたいと思います。こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山レナです。えー、先週はですね、ラジオの方を休んでしまいまして、失礼いたしました。あの六、ー、月の 15、16、23と3日間映画の撮影をしてきまして、なんだか前後天和やんわでラジオを1週間サボってしまいまして、本当に申し訳ありませんでした。あのー、今日はですね、どんな撮影を行っていたのかというようなことを、えー、お話しご報告させていただいて、で、また、あの、今後どんな展開を、あの、計画しているか、 ということをお話をしたいと思います。いやー、大変でした。<laughs> あの、15、16は、えー、栃木で撮影を行ったんですけれども、あの、この、歳三の刀という日露合同合作映画を2年ほど前から準備をしてまいりまして、えー、役者さんに演じていただくシーンとしては、 この6月ののの日栃木のシーンンンがクランクラインでしたこの映画はあの土方歳三さんが持っている刀が、えー、隕石でできていてその隕石の刀を、えー、持っていると世界中の富を集められて権力を持てるという何でもできちゃう刀だという、えー、ファンタジー設定のもと 幕末の時代にも西洋からこの刀を目指して悪の組織が狙いに来る。そして時を越えて150年経った現代にその隕石の刀が見つかって、それを持ってくるあのロシアの青年が、近藤勇さんの子孫である。 美女と一緒に歴史を紐解いていくという壮大な歴史ファンタジー映画です。えー、15、16に撮影したシーンは、この刀にまつわるシーンでした、えー。ラジオでは、あの、映像の方がご覧いただけないと思うので、あの、ヤ山レナ一般社団法人ユーラシア国際映画祭、ヤ山レナの YouTube や Facebook に 本日、えー、ちょっとちょい出しという形で動画の方もご覧いただけるようにしておりますので、ご覧いただけたらと思います。この、えー、まずですね、刀を打つシーンから始まりました。この映画、歳三の刀は、刀剣文化を現代に伝えていくというコンセプトのもと制作しています。ですので、この刀を制作するという えー、シーンもですね、なるべくリアリティを持って表現をしたいということで、実際の、えー、東証さん、栃木の、あの、登録審査員でもある、日本刀剣の、あの、連盟の会員でもあります、高野和也さんの、えー、中川町の工房にて、撮影をいたしました。本当に高野さんには、 感謝で、えー、なんとですね、あの、ご自身の工房を、この歴史的に過去に見えるように、レンガのところをモルタルで塗ってくださったり、この背景に、えー、この木を置いてみたり、いろいろずっと一生使われる、あの、こちらの仕事場を、すごくこの映画のために工夫してくださって、えー、用意してくださいました。 そういった意味でも本当に感謝しておりまして、えー、火が灯って実際に刀を作っていくというリアリティがあるシーンが撮影できました、えー。ではちょっと一部ご覧いただきます。これを、こちらを、ではちょっとですね、こちらで。はい。ご覧いただけますでしょうか。今見えてますか にはい、現場の音声もちょっと入っていますけれども、潮道院大閣総裁に演じていただきました、この隕石の刀を作る伝説の刀匠、堀川邦弘氏を、えー、実際に潮道院大閣総裁が熱演をしてくださいました。 映像をご覧いただけるとわかる通り、鉄が赤いのは、これは CG ではございません。実際に、東証さんの仕事場で火を灯しながらの撮影で、映像の中でもこの火の子が映っているんですが、実際に撮影現場でも、この火の子がですね、パンパンパンって撃つたんびにね、あの、広がって、カメラマンのシュートくんや、 え私もカットーとか言いながら逃げたりして大変でした。そしてあのカメラや音声機材、照明機材ということであのプロフェッショナルな皆さん集まってくださってえ撮影をすることができました。熱かったんですね。蝶動員総裁もこちらあの実際にえ大隅周平さんと言われます人間国宝でもあるこの東証さんの あの、衣装をですね、えー、お召しになってくださいました。大角さんの奥様が実際に縫ってくださったものということで、高野和也さんが日頃愛用されている、えー、お仕事着を撮影にご提供いただきました。 この烏帽子という、えー、髪の毛にを上にある帽子もですね、実際の東証さんが使っている烏帽子ということで代々伝わったものだそうです。本当に潮道院大学総裁がこの映画のシンボル命を吹き込む役として演じてくださいましたかっこよくてね総裁の演技もなかなか良かったんですよ。 で私、監督として総裁に演技のダメ出しなんかもできて、贅沢な時間を過ごしていました。こちらは、ふい語と言われる、この手で押して、空気をこの火に送り込む機械になるんですけれども、こちらは、江戸時代にも残る、あの、絵画があるんですが、全く形が、現代も同じだそうです。そして、 この不意語を、えー、制作できる職人さんっていうのは今もういらっしゃらないということで、この日本文化のこの刀剣というものが、えー、今私たちがこうしっかり知って伝えていくということをしないともうすでにこの不意語って壊れたりしたらもう直したり作ってくれる方がいない状態らしいんですね。で 改めてこのシーンを撮影させてくださった高野和也さんにもお礼を伝えたいと思います。栃木では10月16日に栃木の県民ホールをお借りしましてえ、栃木新選組祭というあのイベントを行いまして、その時にも本日今回撮影したシーンを含むドキュメンタリーをえー紹介いたします。 この刀剣文化にまつわる様々、えー、ままなあのお話や、栃木の宇都宮城を土方歳三さんたちが、えー、宇都宮城を燃やしてしまったりとか、いろんな歴史がございますけれども、そういった歴史もたどっていきます。こちらはですね、実際の、えー、高野和也さんが、えー、刀を調整しているところですね。今回、 小道具で扱、えー、いました。この歳造の刀、運命の刀をですね、えー、唾はオリジナルデザインで私がデザインした竜と隕石のばがついております。えー、そういった唾を実際に、蝶道院、大閣総裁が日々、あの、振って練習を稽古をしている、えー、日本刀、居合刀に、ね、付けました。 今、こうやって打っているのはですね、向こう槌という、えー、もので、あの、お餅つきみたいな感じで、えー、刀剣というのは一人ではなくて、向かい合わせで職人さんが、はい、打って、はい、打って、みたいな感じで作るんですね。この向こう槌、とっても重くて、主演のジュン・アマントさんが軽々と持ち上げていますが、これが正確に打つことができるというのは、大変難しいことだそうです。 あの近藤勇役を演じてくださった徳山さんもこちらを持って打ってくれています。日本刀というと日本人にとって当たり前のもののような気がしますがどうやってこの日本刀ができていくのかということをこの映画の中で自然とお伝えできるようなそんなシーンになったかなというふうに思っています。 そして、この時期に撮影を絶対しなきゃいけなかったのには、もう一つ理由がありまして、やっぱり火の中の撮影だからめちゃくちゃ暑いんですよね。なので、こう火の中でということで、この6月の後半だともう厳しいらしくて、6月の中旬になんとか撮影したいと、高野さんおっしゃってくださって、え、制作をすることができました。 で、刀にまつわる言葉というのは、実は日本語でたくさんありまして、つば、ぜりあいですとか、えー、このしのぎを削るっていうのもそうなんですけれども、この言葉の意味というのがわかるようでわからなかったことが、この刀のことを知っていくと同時に、なんとなくこう体感で伝わってわかるような感じがしまして、で、そういった意味でも、 こう日本人が失った感覚を取り戻すという意味でもこの映画とっても素敵なものなんじゃないかなというふうに思っています。で、総裁のもとにこの伝説の侍が、えー、刀をあ作ってほしいということで隕石を持ってくるんですけどこの隕石の、えー、を持を 持ってくる伝説の侍を演じてくださったのが、今、こう画面に映っております。天然微心流の、えー、市営官館主の高取天心先生です。いや、本当にかっこよくっておられて、この、 あの、大森さんが用意してくださった侍の衣装をお召しになって草原を歩くところですとか、戦うシーンですとか、隕石が落ちてくるそのシーンを、えー、表現してくださいました。あの、このお二人がこの映画の精神的シンボルということで、う運命的な刀が落ちてくるという、 えーえー、隕石から刀を作るというシーンを再現しました。看守もですね結構演技うまくてですねこの刀を持って水や空や何でも切れるという刀になるわけですけどその後その刀にパワーを、えー、取られてこう衰えていってゲホゲホとなんかこう体調が崩せたりとかそういうシーンでは本当に 苦しそうな表現をしてくださったりして、なかなか名演技でした。そして、あの、看守自らですね、えー、この真剣を使ったシーンっていうのも実は撮影しました。栃木では、敷島ファームさんという牧場で、えー、完全ご協力をいただきまして、撮影を執り行うことができました。その敷地内で、この栃木県の 農家である池田さんからご提供をいただいたこの取りたてほやほやの、えー、柔らかい竹この竹を切る、えー、シーンも撮影をしましたなかなかの迫力となっていますのでこちらどういった編集になるのかぜひ皆さん楽しみにしてくださいこんな風にね切れちゃうんですねで後ろから撮影して、えー、のーこちらえー 竹と一緒に人も倒れるっていうシーンですね。そしてこちらは日光江戸村でも撮影をいたしました。この日光江戸村での撮影では、あの、肘方歳三と近藤勇が町を練り歩くシーンというのも撮影しました。 なかなかこのお二人がかっこよくてですね、えー、なんだか危ないデカとかそういったこれから物語が起こるというようなすごくワクワクとしたシーンになりました今スタジオでお手伝いをしてくださっています金井さんも現地であのエキストラとして出演してくださいまして金井さんがあの昔の 農民の服を着たらもうそのまま昔の人に見えたりして <laughs> すごい誰よりも役作りができていたりして面白かったですねですごく躍動感のあるシーンが撮影ができましたでスタビライザーを使いながらシュートくんが動いて撮影してくれたりいろんな表現を、えー、こう盛り込んだ素晴らしいシーンになったかと思っています。 で、こちらが、えー、15、16の撮影で、栃木で撮影しまして、本当にお天気にも恵まれまして、最初、総裁に刀を取ってもらっているところは、あのー、怖い感じでね、雷が落ちたりして、そして、その後、あのー、日光江戸村に行ったら、カラッと空が晴れたりして、なんだかぴったりの天気ですごくお天気に恵まれました。 ユーラシア国際映画祭では栃木支部というものを立ち上げまして栃木支部の代表の岸さゆりさんの、えー、代表される栃木の皆さんのサポートのもと撮影を行うことができました本当に皆さんのご協力に感謝したいと思いますまたあの天然理心流の門人の皆さんも水野さんアルガさん広瀬さんそして、えー 三畑さん、皆さんが全国から集まってくださいまして、迫力あるアクションシーンを撮影することができました。この若い都市三役を演じる、えー、福島の少年、吉田幸輝くんのシーンもございまして、この若い方から、そして年配の方まで、いろんな方がこう、関わってくださって、本当に感謝しています。 えー、歳造の刀は、その後はですね、あのー、ロシアでも、えー、9月に撮影をしていきます。で、いろいろな、あのー、表現を誰も見たことのない絵作りをするということを、えー、頑張っていきたいなというふうに思っています。現場では、照明の方、えー、そして照明のバップさんと言われる、えー、栃木県の照明会社の、えー、方も、 あの一緒にご協力してくださって、えー、こんな風にカメラを振ったらどうかとかあこんなワークにしたらどうかとか照明は何色がいいんじゃないかみたいなことをケンケンガクガクとね夜まで話し合ったりしてすごくこういろんな人のアイデアを盛り込みながら発展していくという形でしたすごく、えー、いいものが取れそうだなという感覚があります 続きましては、この合図の撮影のことについてもお話ししていきたいと思うんですけれども、えー、合図はですね、どんな風な撮影が行われたかと言いますと、とっても贅沢なシーンになるんです。この、肘方歳三が、えー、近藤勇さんと医者に登場するんですが、この天然理心流の四代目宗家を、 襲、えー、名した夜の、あの、えー、芸者さんのシーンということで、この間、12月から東京の日野で、えー、あの、稽古をしてきました、三味線ガールズたちの、名、えー、シーンとなりました。なんとですね、このシーンは、この、えー、本当の東山温泉の、 芸劇共同組合の皆さんと一緒に、本当の芸妓さんと一緒に制作をすることができました。この東山温泉共同組合というのは、えどういった組合になるかということなんですけれども、実際に土方敏三さんが、あの、この、宇都宮で怪我をした後に、この、 ちょっととシーンを見ていこうかと思います、えー、宇都宮で怪我をした時に、えー、なんとですねあの合図に向かうわけなんですがその時宇都宮での怪我を癒したのがこの東山、えー、温泉だったんですね。ですので今回本当のこの東山温泉稽古の皆さんと一緒にシーンが撮影できたということはとっても 素晴らしいことだなあというふうに思っていますで、こういった三味線文化が今も残っておりましてなんと私も、えー、三味線と抜席に、えー、参加させていただいて、えー、三味線引かせていただいたんですけれどもあのー、今回本当に素晴らしいお着物を熊本の、えー、呉服展、えー、小糸新助の 呉服店様よりご提供を賜りまして、本当に晴れやかなシーンを撮影することができました。芸者さんたちが本当に綺麗で、で、美津和まりかちゃんという芸者役の子がですね、会津に引っ越したことから、今回の会津のでの撮影ができたんですけれども、本当に綺麗なシーンになりましたたを演奏したりまた。 この東山温泉稽古の皆さんが、えー、なんと日舞の方も、えー、踊ってくださって花やぎ流の、えー、師範の,あのマリカエさん花やぎのマリカエ先生が今回の映画のために作ってくださった踊りをこの東山温泉稽古の皆さんと一緒に再現をいたしました。 なかなか藤本流の秀輝太先生が作ってくださった曲を、えー、さらには花柳流の先生と一緒に形にするっていうことで日本を代表するといっても過言ではない贅沢なシーンになったかと思います、えー、こんな感じでした可愛か,かったんですよねこちらの芸妓の皆さん 本当に皆さん、プロフェッショナルな芸妓の皆さんなんです。で、オリンピックでも、この東山の芸妓の皆さんが、この、本当であればですね、この、オリンピックの歓迎の際に、えー、日本を代表して、えー、この芸妓の、えー、芸で、あと。 海外からのゲストをお迎えするということが決まっていたんですが、このコロナの拡大ということで、残念ながら東山芸妓の皆さんの、この昌平の、えー、芸妓の披露というのが難しくなってしまったということで、そういった意味でも、えー、大変貴重な機会だったなと思いますで。私はこの映画を通じて、どういったことをしていきたいかと言いますと、 この日本の美しさですね。日本の文化や美しさ。こういったことを、えー、しっかりと次世代に伝えていくということをしていきたいなというふうに思っています。でなかなかこんなにね、多くの芸者さんたちが、えー、一度に返して踊ったり演奏したりっていうのを体験することって 今の時代では少ないんですけれどもあの映画を通じてこういった機会を、えー、ご覧いただいて、あのー、このではこの宴会の席に芸妓さん呼んで踊ってもらおうかなとかいうことを今後皆さんにも考えていただいたりしてでこの文化をねしっかりと次世代に伝えていきたいなと思っていますこのハリウッドでさゆりとかありますけど 実際このメイクや踊りこの全体見た時に全然負けてないんじゃないかなと思いまして歳三の刀はこの日本文化をしっかりと伝えるっていうことを取り組んでいけてるんじゃないかななんて思っています。ですごく現地で話題になりまして NHK さんでも特集を組んでいただいたり。 また、福島中央テレビさんでも、えー、紹介してくださったりしまして、なんとですね、最終日には、本当私たちのことを知らない人はいないぐらいな感じで、歩いてると本当に声をかけていただいたりですとか、あのー、タクシーに乗ったら、あれ年三の方なの監督さんですよねって言われたりとかしました。で、この東山の芸人の皆さん、 とこうやったご縁をいただいたきっかけといいますのは、えー、合図にあります末広主造さんの新庄会長様に、えー、ご縁をいただきまして、えー、増山さんは、えー、ぜひこの、えー、東山温泉芸妓共同組合の今村初子代表さんと会ったらいいよとご紹介をいただきまして、その日にお電話したら、あら、 じゃあ、会いにいらっしゃい今夜はどうなんて言われて <laughs>、あの、会いに行ったのが3週間ほど前ですかね。で、その時にこのシーンを撮りたいということを相談しましたら、快く分かったということで、あの、受け止めてくださって、えー、撮影の手配ですとか、いろんなことをご尽力いただきました。改めて今村初子、A、さんに、あの、感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。 この今村初子、プロデューサーと増山玲奈監督は結構いいんじゃないかっていうことで、あの、これから合図を舞台にした映画もう一本撮ろうよなんて話にもなってるんですね。で、私やってみたいなと思うのが、アナザーストーリーって最近流行ってるじゃないですか。本編とまたもう一つっていう形で、あの、合図での この宇都宮で怪我をした後の土方歳三さんの、えー、人生というか、えー、どんなことを感じられてたっていうようなことを俊三の方なの、えー、続編と言いますかできたらネットフリックスさんとかあとこう地上波の方の見逃し配信の方だとかいろんな形であのー いろんなシーンを切り取った合図版っていうのも作りたいななんてちょっと欲張っちゃったりしていて、でもしできましたら、こちらのシーン撮影をご協力いただけるご協賛のしてくださる企業様いらしたらいいなと思っております。撮影をさせていただいたのが、この合図を代表する料亭でも一つである、田琴さんという料亭です。 本当に美味しいあの料理を用意してくださいましてあの会津料理を堪能しながらこのシーンを制作することができましたこの徳山さんもことひとってもかっこよくてそしてこの紋付き袴を用意してくださったのがえ沢洋子さんとおっしゃいます。日本大江戸 我が身学会会長でもを務めた経験がございます。えー、着物といえば、沢さんという沢さんでいらっしゃいます。えー、小糸、えー、新助呉服店の小糸さん、そして沢さんの名コンビで素晴らしい華やかなシーンを制作することができました。なんだかね、だんだんこの 実際の末広志蔵さんのお酒も召し上がっていただきながら撮影だったんですが、いや、本当にお料理とお酒が美味しくって、カメラ何テイクか回してると、だんだんみんないいお顔になっていくんですね。当時の風情を、えー、再現できたということで、本当に良かったと思います。 ぜひこちら、大ス,ス,スクリーンで全世界で配信していきたいと思いますので、皆さんご期待ください。いやー、本当に楽しかったですね。そしてこのシーンの後にですね、夜のシーンもありまして、夜のシーンはなんとですね、馬が登場するんですよ。馬。この馬に乗っていただいたのは、 美貌の、えー、美貌のこの悪度悪の組織の代表であるダリア夫人を演じますオーカンダリキさんです。オーカンダさんはこんなふうな実際にその日馬にも乗っていただいて、あえー、この伊佐住神社と言います神社で撮影をしました。 えー、村長さんが普段乗ってるお車があるあ馬があるっていうことで貸していただいてなんと徒歩圏内からですね来てくださいましたこの馬のシーンちょっと皆さん拝見していただきますこんな感じでした雨も降ってまして こちらは都市蔵が運命の相手ダリア夫人と初めて出会うシーンなんですけどとっても幻想的な神社の中での撮影になりました雨が降っててね大変でした土砂降りの中の撮影ということで機材も濡れちゃうんじゃないかとか、えー、ちょっと皆さんハラハラドキドキしながらの撮影になりましたこちらですね でこちらちちょっとご覧いただきますじゃーんこちらに近藤勇と土方歳三がやってきて、うんでえー、この御用があるということで呼び出されて誰に呼び出されたのかというと実はダリア夫人だったということになってましてすごく幻想的なイメージの 映像を撮るこ,とができましたでこちらはダリア夫人の秘書を演じ,ます演じてくれますあのセバスチャンさんというドイツ人の役者さんなんですけどとってもかっこいい怪しげな男を演じております。 こんな感じで、とっても不思議な空間で引き出せたんじゃないかなというふうに思っています。でダリア夫人のアップもぜひこんな感じでした。雨の中ねお着物が濡れちゃって大変でした。 でもすごくあの印象的なシーンを撮影できまして、えー、迫力があったんじゃないかなというふうに思ってますこんな形ですねいいですねこの2人の近藤勇と土方歳三の間をダリア夫人が歩くというシーンも撮影しました というわけで、えー、この続きはですね取、えー、っただしということで、えー、撮影を披露するあの映像を披露する機会を、えー、秋葉原で7月の15日に持ちたいと考えています秋葉原では、えー、昭和通りから徒歩3分ベックというスペースができましてこちらの映画でも、えー、提携ご協力をいただきまして あの、ミニシアターとしても、これから、あの、発信をしていかれるところなんですけれども、あの、7月15日、えー、ベックのオープニングイベントとして、都市像の方な、えー、撮ったぞっていうことで、報告イベントを行います。午後5時から秋葉原ベックにて開催いたしますので、ぜひ皆さん、えー、ご気軽にご来場ください。今、 様々な方にご協力をいただきまして、この映画を制作しています。えー、7月はですね、当初ロシア人来日を予定していましたけれども、えー、実は文化庁などの審査の結果、今回はオリンピック、えっ、ー、と、同時というタイミングでは難しいということになりました。ですので、これから、あの、絵コンテを描いたり、衣装を整えたり、撮影スケジュールを作ったりして、 よりいいものを作るための時間としていきたいと思っています。今回撮影させていただいた映像の中でも本当にいいカットがいっぱいありまして、どんな世界を作っていきたいのかということを皆さんにも一緒にシェアしながら、この映画を盛り上げていただけたらと思います。映画は こう終わったものをスクリーンで見に来るというのはもちろんそうなんですけれどもその過程も大事だと思っておりましてこの刀剣文化について皆さんと一緒に学びながらそして、えー、ともすればお酒が悪者になってしまうこの時代ですけど宴会の席での日本ならではの文化も皆さんと一緒に感じながら発信を続けていきたいと思っております。えー、多摩レイイクサイド の皆様あの今,今週もご視聴いただきましてご清聴いただきましてありがとうございましたなんとですね普段この番組をスポンサーとして支えていただいておりますこの、えー、アパレル会社のプログレスという会社があるわけですがそちらの会長さん社長さん山下さんもこちらの映画にご出演ご をしててくださっていますですので山下さんのかっこいいカットもね最後にご覧いただきたいと思います。でこんな風にかっこいいんですよ。ぜひご覧ください。山下さんが演じていますのは、えー、土方歳三の義理の兄佐藤彦五郎です。なかなかいい男でいらっしゃいましてこちらの,あのセリフもあったりして。 このの宴会の席で、えー、出演ししてくださいましたバラ,がバラガキっていうのは土方歳三さんの,あのやんちゃなことを言う言葉なんですけれども、えー、愛,情愛情たっぷりに、えー、山下さんがセリフを言ってくれました。 ぜひですね、こういった名シーン集めたイベントを7月の15日に秋葉原で開催をいたしますので、皆さんもぜひご参加いただけたらと思います。えー、では今、今週もご視聴いただきましてありがとうございました。この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭プログレスの提供でお届けいたしました。 またお会いしましょう。あとこれで。